県警は、能登半島地震で被災した石川県に7日、機動隊の隊員26人と大型輸送車などを派遣しました。隊員は石川県珠洲市と能登町で安否不明者の捜索活動を行い、12日に戻ってきました。指揮を取った小園芳樹小隊長が、今日取材に応じ、被災地の現状を説明しました。 一食十のところががててたれている状況があります被災された方、すごく精神的なダメージを負っていたりです、ね、帰る家がない、この先どうなるか分からないというような状況がありますので、声にならない声にこう耳を傾けるようなです、ね、あのまあ警察活動が必要なんじゃないかなというようなところを、すごく強く向こうで感じましたまた、小園小隊長は、大分での震災を想定して、命を救うために、 1>, 1, 分1秒でも早く駆けつけると初動の重要性を強調しました。